にちは、戸田悟です。ミニスフォーラムからまたまた出ましたミニ PC の新製品 NAB6 ですね、6紹介します。 NAB5 をね、以前紹介しましたが、そのモデルとの違い、そして点数も注目ですね。今回はですね、もう今買うならこれというミニ PC 紹介します。ミニスフォーラムの NAB6、 NAB6 ですね。これちょっと前に NAB5-5 を紹介したので、まあ、比較しながらね、レビューしていきたいと思うんですが、非常に魅力的な構成となっておりますので、ぜひね、最後まで見ていただければと思います。実は他にもライバルモデルあるんですけども、そことも比べてね、お話をしていきたいと思います。こちらが中に入っているものですね。本体、これは後で詳しく説明しますが、まあ、いつものようにね、ベザーのアダプターが入ってますので、これでね、モニターの後ろにつけられます。僕のね、知り合いはこれを使ってこうテーブルとかにつけてる人もいるんですよね。なかなか賢いなと思いました。今取材させてってお願いしてるので、もしかしたら皆さんにも見ていただけるかもしれません。はい、でこちらにね、予備ネジですね、これ入ってるといいですよね。それからこれはですね、ハードディスク等を拡張するためのアダプターになります。はい、でさらにこちらAC アダプターがついてます。結構大きいですね。これがですね、 119.7W、まあ、約 120W の AC アダプターがついてます。ただね、このモデルちょっと後で説明しますけど、ここにね PD って書いてあるんですよ。これね、 NAB5 の時も注目したんですが、果たしてね、市販の USB PD 対応の充電器で動くかどうか見どころですね。はい、見どころです。さらにこれはいつも入ってますけれども、 HDMI ケーブルが入ってます。また説明書、これ各国語対応になってますが、日本語もしっかり書いてありますので、はい、こういうところにね、ちゃんと日本語入ってますので、まあ大体でも絵を見ればわかるという説明書ですけれども、安心して使います。さらにこちら、初期セットアップの方法とか Windows のね、入り方とかその辺が書いてありますので、まあ安心して使えると思います。それではポートを紹介していきましょう。左からですね、タイプ C 端子ですね。これはデータ転送専用です。はい、で、正面には USB3.2 の Gen2 が2個ですね。それから 3.5mm の、まあ、コンボですね。マイクとヘッドホンの。それから電源ボタン。裏側を見ましょう。裏側はこうなっています。まあ、黒いところがね、ちょっと締まっていい感じですよね。で、こう黒いこういう樹脂になってると、ポートを適当に挿しても、この本体はね、これ金属なんで傷つきやすいですけど、こっちは傷がね、目立たないと思います。いいですね。で、USB3.2 の Gen2 が2個。それから HDMI。で、ここにですね、ディスプレイポート対応の Type-C 端子が1個あります。で、さらに 2.5GB の LAN が、有線 LAN が2個。で、HDMI。またここに USB3.2 Type-C が1個ありますが、これディスプレイポートとデータ転送と電源供給ってなってるんですよ。で、ここに純正の AC アダプター、つまりタイプ C 端子3個ある。すごくないですか？タイプ C 端子3個あるミニ PC ってあんまないですよね。で、うち1個は PD 対応で、うち2個がディスプレイポート対応で、3個はデータは転送できると。すごい構成ですよね。で、ちなみにこれね、 NAB5 とちょっと比べてみましょう。基本的には左側に置くのが NAB5 です。あとね、このシールが外してあるので、ここでもね、チェックしていただければと思いますが、正面全く一緒です。では、裏側、横側、横もね、まあ一緒ですね。で、裏側、こちらも一緒ですね。一緒です。ちなみに NAB5 は Amazon での限定モデルなんで、ミニスフォーラムのウェブページを見ても、これの製品出てないので、気をつけてください。Amazon で買えるモデルです。まあだから多分ね、納期は早いと思います。こちらの方が。まあ、わかんないです。ミニスフォーラムのタイミングによっての納期はわかんないので、まあ確実にこっちが早いとは言いませんが、まあ Amazon で買えるので、比較的納期は早いのではないでしょうか。はい、それでは内部をお見せしますが、このシリーズは、まあ他にもね、こういうモデルあるんですけど、もう押すだけで開くんですよ。パチって。これがね、内部へのアクセスが楽でいいですよね。ただコメント見ていたら、ポートを出すときに間違えて上に力入れて開いちゃうって方がいらっしゃいました。まあそういう可能性ももちろんありますよね。ただその場合もまた閉めればいいので、僕は開けやすい方がいいかなと思っています。で、内部はこんな感じですね。はい、ここにね、これ SSD ですよね。これファンがついてるのかな、すごいですよね。で、こっちはメモリーですね。で、さらにこのね、ここにね、 2.5 インチのストレージを増設する
スペースが設けられています。ちょっと5とも比較してみましょう。はい、こちらも同じように簡単に開けることができます。蓋も一緒ですね。これも取り替えても分かんないぐらい。中もまあ一緒ですね。メモリのメーカーが違ったりしてますけど、見た感じではもう全く変わりはないですね。 SSD もメモリの位置も、はい、同じです。はい、今ですね各部ケーブルを接続して Windows を起動しました。非常にレスポンスいいですよ。起動も早いですね。テキパキ動きます。テキパキ動いております。では気になるベンチマークのスコアをねお見せしたいと思いますけれども、さすが12世代の Core i7 ですよね。12世代の Core i7-12650H、 さらに H プロセッサーなんですよ。いつも計測しているシネベンチの値も結構いいですよね。マルチコアが12559、シングルコアがいいですね。1800超えてるので何をやってもテキパキしてると思います。普通に使うにはもうこの性能理想的ですよね。ではね、ちょっと同じような状態で撮った NAB5 の方もですねお見せしたいと思います。こちらが NAB5 ですね。こちらはCore i5 の 12450H なんですよ。同じく12世代。こちらは1万ちょっとと1500の後半なんですね。やっぱりかなり差がありますよね。僕は NAB6 をお勧めしたいですね。この性能であれば、うん、だいぶ違います。体感上の差もこれだけ違うと、まあ重いアプリを使う、特にねシングルコアがだいぶ違うので差が出るのではないでしょうかね。こちらは8コア12スレッドですね。NAB6 は10コア12スレッドとなります。でちなみに NAB6 のレビューしているモデルは16メモリーの512です。他にも32の512、32の1テラと選択できます。それではファンの音も計測していきましょう。いつもと同じアプリをね、ちょっと近すぎるかな、だいたいこれぐらいかな、置いて測っています。僕が喋らないで何もファンも回ってない静かな部屋の状態だと31234ぐらいなんですね。でそれがどこまでいってるか、では黙ります。55ぐらいまでいってますね。結構ねベンチ回すとファン回ります。結構ね聞こえますね。静かとは言いません。まあ、うるさいまではいかないけど気になる方は多いのではないでしょうか。まあ10点満点で言ったらうるさいのが10、静かなのが0だとすると6か7ぐらいですかね。結構回ることは覚悟してください。ただ作業によってはここまで回りません。ベンチマークじゃなければここまでは回らないので、 Word や Excel 使ってる分にはそんなに気にならないかなと思います。でまたミニ PC の場合って目の前に置かなくてもね、ちょっとモニターの後ろとか離れた位置に置けばあまり気にならないかなと思います。はい、それではもしかしたら今日のハイライトかもしれませんね。ユーグリーンの 140W の充電器を今 PD 対応の充電器接続しました。後ろの PD 対応ポートに。これで動くでしょうか。電源入れてみます。お、今のところでもここでね落ちちゃうやつもあったりするんですよ。ちゃんと起動するかなっていう感じなんですけど、いけそうかな。おお、素晴らしいですね。問題なく動いております。この性能のマシンが PD 対応の充電器で動くっていうのはなかなか素晴らしいのではないでしょうか。もちろんねこれ自己責任になりますし、どの充電器で動くかっていうのはまた別のね問題になりますけれども、非常にいいなと思いました。NAB6 レビューしてきました。いかがでしたでしょうか。僕がですねこれ今高性能なタイプが欲しい方ですね、価格重視で性能もっと低くていいよっていう方はこのモデルを買うべきじゃないんですけど、高性能なタイプでも動画編集はちょっとぐらいしかしないよ、特にオフィスを快適に使いたいよっていう方には超おすすめのモデルなんですよ。で何がいいって価格がいいんですけど、いいですか、 NAB5 をこの動画を撮ってる時点で Amazon の価格を調べると16-512で 62,883円なんですね。で32-512で 68,883円なんですよ。じゃあこの NAB6 はミニスフォーラムのサイトでいくらかっていうと 16-512 で 67,980円なんですよ。5,000円しか変わんないですよ。 32-512 で 78,388円、これがですね、まあ1万円ぐらい違うかなと。
で32の1テラだと8万トンで908円。この価格差だったら特に16の512なんて5000円ぐらいしか変わんないですよ。で32の512になるとちょっと違うんですけど、まあ、どちらにしろこの1万円以内の価格差だったら NAB5 買うより NAB6 買った方がいいと思います。しかも16の512で6万円台、32の512で7万円台、32の1テラで8万円ぐらいで買えると、これはコスパなかなか高いのではないでしょうか。まあね、1年前だったらそうでもないですけど、今パソコン値上がりしてるので、実際ベンチマークのスコアもなかなか良かったですということで、僕は超おすすめ88点をつけたいと思います。ただですよ、ただ実はもう一個ね、上のほぼほぼ兄弟が NPB7 っていうのがいるんですよ。でこれがね、13世代を積んでらっしゃるんですよね。13世代の H プロセッサー、 Core i7 ですね、 13700H っていう、もうこれね、もうゲーミング PC 並みのやつを積んでるんですよ。ただこれね、まだレビューしてないので分かりませんが、これね、16の512でミニスフォーラムの価格で16の512が9万3000円するんですよ。これ6万7000円ですから、まあ 2万円台後半ぐらい違うんですよね。そう考えるとやっぱりですね、この NAB6 が僕は今は価格を踏まえるとベストバイなのではないかなと思います。一番おすすめです。もちろんこの後ね、価格が変わってくれば僕の点数ももちろん変わってきますけれども、今はかなりいい製品ではないかなと思います。以上 NAB6 紹介しました。いかがでしたでしょうか。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。またメンバーシップもスタートしております。このメンバーシップに参加していただくと、戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田悟ファンクラブでは毎月ですね、僕がレビューした製品の中から一部を抽選でプレゼントしております。月によって変わりますけれども、まあパソコンだったりミニ PC だったり充電器だったりケーブルだったり、まあいろいろなものをプレゼントしておりますので、ふるってご応募ください。結構倍率は高いです。さらに2つ目のチャンネルですね、戸田悟ビズ、こちらはビジネスセミナーです。よろしくお願いします。3つ目のチャンネル、クロームブックチャンネル、クロームブック初心者の方大歓迎です。ぜひご覧ください。お待ちしております。